し歩こう肩を抱き消えゆく夢を数え枯れてく仲間を見た通い慣れた道に迷い込むこの頃闇がもう一人の自分を作る乾いた叫びがくじけそうな胸を突き刺す君を誘って世界を見たいな Come along with me 誰にも出せない答えが僕の中にある限り気がかり届け Fly up high again おはようございます長野先生おはよう長野先生、おはようございます。あら、岸田先生、おはようございます。おはようございます、先生。おはよう。今日も綺麗よね、長野先生。先生が綺麗だからって、私たちに関係ないわよ。ちょっとあなた、それは何かしら。あの、マスコットですけど。高速違反ね、没収よ。あ、今度から注意しなさいね。校則には厳しいし。でも先生としては仕方なくない？蝶野先生がさらに校則を厳しくしようといろいろ提案してるって噂もあるのよ。うそ。だったらいいけどさ。あの、アンジュちゃん、ミホちゃん。あ、おはよう、まゆみ。どうかしたの？二人にちょっと相談があるの。迫る美人教師、秘密の仮面。教頭先生。え、先日お話しした件はどうなってますか？なんでしたかな。私物の持ち込みの完全禁止、それに校則違反者への罰則強化ですわ。あれですか、ちょっとまだいろいろとです。あら、ネクタイが曲がってますわ。ああ、これはどうも。校則の強化は絶対必要ですわ。生徒たちをもっと厳しく管理しませんとね。わかりました。今度の会議に議題として提出してみましょう。よろしくお願いします。そういえば長野先生、今度の日曜日お見合いされるとか。母がうるさいもので。ああ、わしもお見合いしたいな。ええー、長野寺を。ダメよアンズ、アンズちゃん声が大きい。わかった、わかった。でもね、貴様、昨日また掃除当番をサボったな。議会員として許せん。そこを許せな、ホンダ。ちょっと用事があってさ。あの城の内のどこをどうしたら好きになるの？どこって言われても。ダメよアンズ、そんなこと聞いちゃう。恋するのに理由なんかないわよ。城の内くんの好きなものって何かな。好きなもの？どうするの？プレゼント、城之内くんの好きなものプレゼントするの。あいつ何好きだった？本田くんとよくエッチなビデオの話してるわよ。そんなのプレゼントできないわよ。うん、あ、許せん。いや、マジになんなって、やめなよ本田くん。城之内くんももう反省してるし。遊戯は黙ってろ。このどこが反省してる面だ。遊戯、ちょっと遊戯。何アンズ。いいから、ほら早く。うん。何？俺たちも？あんたたちはいいの、遊戯だけ。え、なんだよあれ。さあ。え、城之内くんの好きなもの？そう、あんたならわかるでしょ。あ、エッチなビデオかな。そういうんじゃなくて、なんかこう女の子からのプレゼントにふさわしいものよ。アンズがあげるの？なんで私が。あげるのはこのまゆみ。ちょっとアンズちゃん。大丈夫、遊戯はこういうこと人に話したりしないからね、遊戯。内緒なら内緒にしとくけど。
で、プレゾンよ。ゾノチ君もゲーム好きだから、うちの店で何か…そっか、遊戯のおじいちゃんとこか。今日の放課後行ってみよう。なるほどね、異性への思いを込めたプレゼントか。若いもんはいいの、ね、ちょっとアンズちゃん。大丈夫、ここのおじいちゃんも信用していいって。はっ、それならいいもんがあるぞい。へっ、ほんとじいちゃん。遊戯にも話しとらんかったが、昔あれでわしはばあさんをゲットしたのじゃ。確かこの箱に入っているはずなんじゃが、ほこりがも。大丈夫なの？大丈夫だと思う。お、あった、あった、これじゃ。ほれ、これってジグソーパズル？でも何も書かれてないわ、真っ白じゃない。そうじゃ、ここに相手への思いを綴りバラバラにして送る。もらった相手はピースを一つ一つ組み合わせ、浮かび上がる文字を拾い集めていく。なんとロマンチック。素敵、素敵だわ、ほんととってもロマンチック。そうじゃろう、そうじゃろう。私これ買います。はい、毎度。ああ、でもこれにどういうメッセージ書いたらいいのかしら。おほほほ、明日は日曜日、じっくり考えればいい。いやー、こんな綺麗な人がお見合いの相手だなんて光栄だな。あら、そんな当たり前でしょ。さあ、もっと私の美貌を称えなさい。高校の先生をなさっているんでしたね。学校でも美人教師で評判でしょう。そんなことありませんわ。当然に決まってるでしょう。もっと気の利いた褒め言葉を言いなさいよね。じやかれい、あ、ちょっと気をつけなさいよ。着物が汚れちゃうでしょ。ったく、近頃のガキときたら。ああ、ほんと、しつけのなってない子供は困りますわよね。想像していた方とはだいぶ違うようですね。え？いや、残念です。帰ってきた、帰ってきた。うん。かわいい。ゆめ一生懸命包んだので、どうする？やっぱりこっそり机の中じゃない？でもさ、あいつ見つけたらいきなりみんなの前で作り始めない？その時は僕がうまく屋上にでも連れ出してみるよ。じゃあ、そうする。うん。おはようございます。ああ、蝶野先生、例の拘束の件バッチリ進めていますよ。まあ、そうですか。ところでどうでした、昨日のお見合いは。私にはもったいない相手でございまして。ちょっと失礼しますわ。あ、蝶野先生。うるせんだよ、あのグズ教徒。人の見合いのこと詮索しやがって。思い出すだけでムカつく。あんな男、向こうから言われんでもこっちから断ってやるつもりだったのに。見合いは私の趣味。この世のあらゆるグズ男どもをクソみそにけなして断ってやるのが最高の楽しみなのに。それをこの美しい美貌の持ち主である私のプライドを傷つけやがって。あら、いけない、私ったらすごい顔。お化粧、お化粧。ムカつく。城之内のやつまだ来ない。ひょっとして今日お休み？そんな。へえ、間に合った。城之内くん遅い。さっさと席につけ、先生が来るぞ。お、ゆうべ遅くまでビデオ見てて寝坊しちまって。エッチなやつか？失礼なこと言うな、香港アクションだよ。起立、礼、着席。では、教科書を開いて。へへ、教科書は一年中机の中と。お、あ、なんだこれ。城之内、早く隠して。城之内くん、授業中に何の真似？綾弁？
それにしては随分可愛らしいお弁当だこと。いいわいいわ、いいもの見つけちゃったわ。それ俺のじゃないっす。あなたのじゃない？あなたが持ってたんでしょ？机の中に入ってただけだ。誰かが間違えて入れたんじゃねえの？間違いなの？あっそ。でもね、先生普段から言ってるでしょ、学校には授業に関係ないものを持ってこないようにって。これは何かしらね、城之内くん。だから俺は知らないって。そう、あら、ジグソーパズル。ダメじゃない、こんな遊びの道具持ってきたら。こういうのってやりだすと夢中になっちゃうのよね。やっぱり勉学の敵よ。あら、面白い。ピースを組んでいくと文章が出てくるわ。なになに？初めて会った時からずっと気になっていました。あらやだ、稚拙な文章で告白。いけないわね、こういうのは風紀の乱れにつながるわ。つまりは校則違反よ。場合によったら退学よ。誰かしらね。さて続きは。やめてください先生。なあに、まさきさん。それはメッセージ、手紙です。人の手紙を読むなんてひどいと思います。ひどい？でも私には教師としてこんなものを学校に持ち込んだのが誰かを知る必要があるの。それにはパズルを組んで差出人の名前を確かめなくちゃ。それ私のです。ハンズちゃん。大丈夫、私だったら城之内にはシャレで済むから。そう、まさきさんなの。では授業が終わったら指導室へ来てください。ハンズ。いけないわよね、学校にこんなもの持ってきては。私、悪いことしたとは思ってません。何ですって？誰かに迷惑をかけるものを持ってきたわけじゃありません。校則にある風紀の乱れにつながるものです。風紀の乱れって何ですか？それに校則そのものが厳しすぎるんです。例えばバイト禁止にしたって生徒の事情を無視してます。生意気、生意気じゃないの先生。あなたはそう言うけれど、他の生徒たちも同じ意見かしら？多分そう思います。多分じゃわからないわね。そこまで言うなら署名でも集めてみたら？署名ですか？校則を見直してもらいたいという生徒の署名がたくさん集まったら、先生職員会議で話し合ってみてもいいわ。え、じゃあバイトも？生徒の声次第ね。はい。どうだった？アンズちゃん、ごめん、私のせいで。ね、何言われたの？とりあえずこれ返してもらえたの？あとは自分で頑張ってね。さあ、私も頑張るぞ。ほんと困りましたわ、すごい剣幕で全然反省の色がなくって。まさきがですか？そんな生徒とはね。校則なんて廃止しろって何か企んでるみたいですわ。生徒の自主性は大事にしてあげたいんですけど、教師として指導も必要ですわね。これでよしっと。本当にやるの、アンズ？だって細かい校則がなくなればバイトだって自由よ。けどな。みんなはどうなの、校則について？そりゃあんなのない方がいいけどさ。はい。え、じゃあ署名ぐらいしてよね。あの、僕手伝っか。ほんと？じゃあこのポスター西棟に貼ってきて。うん。あ、遊戯。あ、ありがとう。ひどい。つまんねえことしやがって。また書き直せばいいのよ。嫌がらせか？そういう人もいるってこと。でも本当はみ、校則は嫌なはずよ。どうした？まだできないのか？でも先生、これまだ習ってません。予習してればわかるはずだ。つまらんことに時間を割いてる場合じゃないぞ。どういうことですか？
でさ、その時目合っちゃって。お願いします。校則見直しについて署名お願いします。頑張るな。集まるといいな。バイトも OK でファッションも楽しめる学校にしましょう。お願いします。どう調子は先生。あら、全然じゃないの。まだ始めたばかりですから。そう、集まるかしらね。集まるわけないのよ。ああ、みんなもっと勇気を出して署名してくれないかな。アンズ、噂聞いてない？何の？校則見直しに署名した生徒は先生たちに睨まれるって噂が流れてるの。だって、そんなわけないわよ。誰がそんな。わからないけど。署名が集まったら先生たちだって考えてくれるわ。みんなで校則を見直しましょう。お願いします。お願いします。頑張ってっけどな。例の噂がな。お、あ、署名してくれますか。誰がするかよ。校則は今のままで十分だ。そんなもんに署名するやつなんかいねえぜ。その通り、意味なし。先生に睨まれるだけだぜ。署名したくなければしなくて結構。けど邪魔はやめて。あ、見ろよ、全然集まってないぜ。どれどれ。返してよ。ダメだよ、返して。おっと。勇気。こんなもの。やめろ、てめえら。ジョノチ、お前も仲間か。高速違反野郎だな。嫌がらせはてめえらだな。ジョノチ、まずいよ、ジョノチ君。おい、許せねえ。ダメよね。校内での暴力行為は重大な校則違反よ。あいつらが悪いんだよ。先に手を出したのは城之内くんって話じゃない。城之内は悪くありません。そうね、そもそもの原因はあなたが作ったんですものね。あ、校則の見直しなんて必要なかったんじゃないの。今のままで十分だって生徒からの反発よ。そんな。まさきさん、場合によったらあなた退学かもよ。退学？アンズが？はい、次はあなたたちの番、入りなさい。はい。報告をまとめたら職員会議で処分を決定します。チッ、おい、どうしてこんなことになっちゃうの。私はただ校則を少し緩めてほしかっただけなのに。あ、待って、アンズ。アンズ。皆さん、ご苦労様、ありがとうね。別に大したことじゃないっす。蝶野先生の頼みじゃ断れないっす。そうよね。まあこれで今までの校則違反の数々はなしってことにしてあげるわ。じゃあもう行っていいですか。いいけど、もう校則違反しちゃダメよ。次やったら退学ね。さあ、もっともっと校則を強化しないとね。ん？ゲームの時間だ、蝶野先生。ゲーム？何をいきなり言い出すの？俺が勝ったら、アンズと処罰を出した。あなたと遊んでる暇なんてないのよ。俺が負けたら、生徒たちを使って邪魔をしたことは黙っててやる。一体何の話かしら？それに、あんたの言うことを何でも一つ聞いてやるよ。そうね。教師に変な疑いをかける生徒には、退学してもらおうかしら？ゲームはジグソーパズルだ。鏡を使ってな。鏡？ルールは簡単だ。先に組み上げた方が勝ち。ただし、これをつけて。なるほど。さあ、始めるぜ。あいた。それを使いな、先生。気をつけろよ。こいつは思ったより危険なゲームだぜ。あなたこそね。言い忘れたが、完成したらそう言えよ。それでゲームは終わりだ。そう。
何がゲームよ、バカな子ね。ほらこのゲーム、こんなことしたってあなたにはわからないじゃないの。これがここか。うん、順調そうね。もう一つ言い忘れてた。これは闇のゲームだ。闇のゲーム？それが何だっていうのよ。ルール違反には厳しい罰が待っている。あらそう、やっぱりこの状態じゃ分かんないわ。どうだ、俺の方はもう半分はできたぜ。そんな、負けちゃうわ。普通にやれば簡単なゲームじゃないの。さあ、これで私の勝ちよ。闇の扉が開かれた。え？蝶野先生、あなたは自分の立場を利用して杏の心を傷つけた。あ？あなたは教師という名の仮面をかぶっているに過ぎない。その仮面の下に醜い素顔を隠して。何を？鏡が光を反射するように人を傷つけた分、自分が傷つくことを知るがいい。蝶野先生何も言ってこないし、このままお咎めなしってことでいいのかな。いいんだろう、あれは美化院の俺から見ても理不尽だ。そういえばあのジグソーパズルは何だったんだ。アンズ、ごめんね、ちょっとしたいたずらでさ。けっ、いたずらかよ。真由美ったら2年の先輩に告白されちゃって、もう城之内くんどころじゃないなんて今さら言えないよね。いいんじゃない、城之内よりはマシでしょ。蝶野先生、校則の見直しの件はもうよろしいんですか。とんでもありませんわ、校則は絶対に強化。ちょっと失礼。ああ、蝶野先生。蝶野先生、化粧が厚すぎるんですよ。いや、全くお肌の曲がり角をかなり超えてしまってますからな。どうして最近お化粧のノリが悪いわ。全然ルールわかんない。